会社の人たちっていうのは、で、だからやってるなっていう。なるほど。本当にあそこに行く。あれはダメですね。ないですね。やめろ楽しいな、人の悪口。さ最初に、うん、あの指こうやってもらって、あの重かったやつでしょ、あれやれてないです。あれ多分あの、はい、赤塚元気さんが、はい、あの出演断ったっていうのもあれがやりたくないだから再生回数のはいということで、はい、今日はですねまずディスられるところから今日はあの、はい、井戸みのるさんでございます。ありがとうございます。やったー。もう僕も YouTube やろうやろうやれやろうやれやってくださいよ、やったら見ますよって結構言われるんですよ。思います。もう1年以上ずっとそれ、うん、どうしようかなと思って、暇だし時間もあるし、でもねなかなか取り組めないんですよ。それがね深見さんのせいなんです。何ですか。何本上げてます。55本。55本でしょ、はいはい。それがさ、再生回数全然じゃないじゃん。あれ見せられたら、こんなに編集してこんなに加工してんのに、これで1500回とか。だって僕の悪口言ってるやつの動画が130万回再生とか言ってるんですよ。だってあれひどいっすよね。僕の悪口ですよ。ちょっと深見さんのせいで僕は YouTube ができない。だって前回の秋元さんのやつ見たけど、すげえつまんなかった。やめろやめろ。秋元さん真面目かって。いい話を。いい話。ああ秋元さんいい話でしたけど。冒頭からグサグサと。大島圭介良かったでしょ。大島さん良かった。なんか大島さんは本当は大変な時期があったんだなみたいな。はい、自己開示、まあ、1500回ぐらいです。1500でしょ。ちょっと深見さんのお誘いで今日はなんですけど、はい、ちょっとこのロケ自体が本当は先々週予定が入ってたんですけど、はい、コロナになりましてですね、井戸みのる、6月1日にコロナを発症しましてですね、皆さんコロナはただの風邪じゃありません。かなりしんどい風邪ですね。お医者さんにも人間ドック行って、うん、肺は綺麗ですねって言われるんですけど、それでも、うん、6割ぐらいしか、ね、呼吸できないんですよ。これがもし太ってる人、そしてタバコ吸ってる人だったら、はい、やっぱり2割ぐらいしか吸えないとなる呼吸器なきゃ絶対苦しいはずなんで、だから去年あのシモさん、スパイスワークスのシモトンノさんが死にかけたっていうか、そりゃデブでタバコ吸ってりゃ死ぬわなみたいな。あのままシモさん、いや一番みんなが聞きたいことから聞いていこうと思うんですけど、まあ大体そうです。はい、僕は昨年の2月に、はい、創業した15年目の M グランドフードサービスを、まあ、生産して、はい、個人も自己破産して、まあ、ゼロからスタートですよ。でゼロからスタートがこのコロナ禍と同時になったわけですよ。直営で運営してるのは今10件まで増えてます。10件。だからゼロから始めて10件ですよね、はい、いずれ独立しますとか、いつか独立しますとか、はい、なんだろうね。悪っ。まあ、破産手続き終了したのが去年の10月ですよ。でももう10件あるんですよ。すごいな。まあ10件、まあ、地下ですよね。だって最盛期はだって300件近く、300件以上かお店って、ね、はい、ずっと今の禁酒法が続いてほしい。どうしてですか。だってすっごい簡単、店開けるか入るんですよ。お酒出してくれてありがとうございますって今お客さんが言ってくれるんです。こんなこと僕らの外食人生でありました。でスタッフの報告で、お客さんにこんなに喜ばれたの今までで初めてです。こんな世界が来るなんて考えられないじゃないですか。だっていやーそう、なんでみんなバカみたいに自粛して店閉めてんだろうなって。バカじゃねえのみたいな。全開開けてますようち。全開。だって開けりゃどこもやってないんだから、来るに決まってるじゃないですか。そうですよね。渋谷のコナーとかすごいっすもんね。おかげさまで、おかげさまで今月6月は、ね、10坪で今710万とかいますで、上も300万だから20坪の店に1000万ぐらい。給付金とかも出ちゃってさ。黙って申告とかなし。それやんないですけど、多分ね YouTube こういうの求めてるでしょうね。あもうかリアルに飲んで喋ってる時っていう感じで今日は行こうかな。はい、ぜひお願いします。大体飲んだら人の悪口しか言わない。僕はで、深見さんは絶対人の悪口言わないタイプじゃないですか。もう、はい、言わないです。いやいや、はい、本当に言わないじゃないですか、はい、誰かの悪口言いたいとかないんですか。悪いかもしれない。、まあ、例えばじゃあ前回の秋元さんとか。秋元さん。
本当清廉潔白、本当にいい人、はい、秋元さん、はい、鳥貴族の大倉さん、はい、あと誰かな、あの駒八の親父、はい、本当にこの人たちはいい、この人たち先輩です、先輩です、先輩です、本当に素敵な方々で、はい、絶対に人の悪口言わないし、記憶正しく美しくやってましょうね。本当に素敵じゃないですか、はい、嘘くさいぐらい素敵な人たち中職の嘘くさいで、大体悪口ばっかり言ってるのっていうのは、はい、まあ、僕を筆頭に、はい、まあ、後輩のあのいつも悪口しか言わないです。あのハンバーガーバトル大丈夫？いやいやいや、それね、あの渦中の栗は拾えないので僕は、はい、あの僕らの大先輩 の, あの牛角の創業者であって、今はもうダイニングイノベーションってあの焼肉ライクとかやってる会社の西山大先輩がですよ、はい、これやめましょうか。これなし、これなしです、はい、なしです。そこにトリキバーガーが来ましたので、ね、ないのかこれは何でかっていうと、はい、ファッションなんですよ、ハンバーガーって。やっぱかっこよくなきゃダメなんですよね。結局マクドナルドだって一番最初はもうかっこよかったわけじゃないですか。そうですね、銀座できた時に、うん、銀座の歩行者天国で、うん、マクドナルドハンバーガーを食べ歩くってかっこよかったわけです、はい、で当然その今流れ言ったらブルースターバーガーもそうやっぱかっこいいじゃないですか、はい、かっこいいですか、はい、で今の時代の流れでインスタ映えするとか、うん、かっこいい、はい、スタイリッシュ、はい、っていう要素じゃないとやっぱり物は売れない中で、トリキバーガー話変えよう変な汗かいてきたこれ。で西山さんが、はい、チキンバーガーの店に入ったじゃないですか、はいはい、あ、そういうことなんです。あれは絶対かっこいいから。確かにセンスありますよ、ね、そこ大事で、なんていうんですかね、わざわざ何やってもダメなので、まあでも今は売れてるかもしれないけど、その焼肉始めてるじゃない、肉屋さんと一緒に組んで最初始めた上上村牧場でしたっけ、はい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 、はいいんですよ。なんかそしたらなんか何を思ったか焼肉のワタミだけだし、はい、友達にですよ、はい、焼肉のワタミ行こうぜって言われたら、はい、俺そんな友達やる焼肉のワタミ安心だよねとか言う人っているんですか世の中に。本当に絶対インスタに開けたくないじゃないですか焼肉の伊藤さんがまた支援する元気くんのあのパン屋さん最高ですよ。このコロナ禍で赤塚元気さんっていう方がやるあの100ベーカリーっていう業態と、うん、エスプレッソ D ワックスっていうのを今これから一緒に店を増やしていくっていうお手伝いをさせてもらうっていう仕事をしてるんですけど、はいはいはい、あの人天才ですよ。おもか出んの断られましたほら天才はね、やっぱこういうとこに出てこない、こういうとこ言わない、なんか汚れにならない、汚れ。あの王子は王子ですよ、王子です、ね、王子プリンスですよ。元気さんって一応こうお父様がいられて、はいはい、でそれを引き継がれて、いわゆる2代目って言われてるのが、やっぱりその周りはみんなに本当に創業者じゃないですか、はい、そこに対してこうあるんですね少し。あ、そんなのもう乗り越えて完全にクリエイティブな人なんで、すごいですよ仕事量が。何でも自分でやるんですよ任せないですよ店作りも、図面も全部自分で書かないっていうか、あの全部自分でチェックしない気がする。で全部オペレーションができる人だから、なおさらそれも分かるし、なんか太郎さんなんか何も知らないですよ太郎さん、だから一家ダイニングの太郎、竹中太郎って人いるんです。一応上場企業なんですよ。あんなに恐ろしく何も分かってない人が、はい、まあ、あんだけ上場企業とか作れるんだから、はい、太郎が上場できるんだったら日本人で上場できない人っていないんだよ、はい、いいな、楽しいな、人も悪くちゃおもか。ちょっと一番聞きたいこと言っていいですか、はい、剣やらはって素敵剣をね、まあ、譲渡してるなんですか、はい、倒産っていうんですか、破産みたいなの申請っていうかして、はい、どういうフローなのかちょっと。あ、本当ね、僕の破産倒産劇はもう、はい、本当奇跡だったんですよ、はい、もし仮にあのステーキ兼&フランス亭を、はい、あの譲渡できたのは、はい、もうその判断をもししないで、うん、そしてこのコロナをもし迎えてたら、もう絶対にもう60%破産してたわけですよ。今ちなみにフランス店も営業してるし、はい、ステーキ店もまだ残ってるし営業してるじゃないですか、はいはい、あれはもちろんその運営してる今の会社様が、うん、あの有料な会社様なので、うん、運営できてるわけじゃないですか、はい、それをだから僕がもし事業譲渡しないで、うん、それを持ってたら、はい、もう絶対にこのコロナ乗り越えられてないわけですよ。だからもう一番最悪のシナリオで本当に破産で、事業譲渡で綺麗にしたので、うん、
結局僕の会社その当時の M グラントが最後を破産した時は、うん、あの最後の最後まで給与の遅配はなかったし、はいはいはい、どころか解雇予告手当って言って1ヶ月出さなきゃいけないんですけど、うん、それすらもちゃんと払えて、うんうん、取引先さんもほとんど全部支払いができた。まあ、もちろん金融機関さんへのが一番大きな債務だったんで銀行借り入れがありましたから、まあそこにはもちろんご迷惑をかけてしまったんですけども、この後井戸さん自体になんか辛い思いとかなんかこうきついこととかっていうのは起きてこなかった、辛いことはやっぱりそれは自分が一から作った事業がね、なくなった時のこう虚無感っていうんですか、もう本当にそれはありますよね。これから店舗数とかはいいかな。そうっすね。もうなんか昔はやっぱなんかこう大きくしたいとか、雇用をとにかく作りたいとか、なんか結局なんかそうやって大きくなったところがこのコロナでみんな死にかけてるじゃないですか。いや苦労してますよね。いやもう大変ですよ。だってもう大先輩の松村さんだって、ダイヤモンドダイニングの松村さんなんてもうだってこのコロナの前最高益ですよ。はい、創業以来最高益を作って、うん、そして2020年を迎えて、うん、もうオリンピックが来たら、もうオリンピックが来たら絶対にインバウンドでもう爆発する場所にしか店がなかったから、はい、になる年だったのがこのコロナで、井戸さんが、うんうん、もしそのじゃあ DD さんぐらいの規模の上場企業の飲食企業をされてたら、はい、どうやって立て直しますか。このコロナ禍の話、はい、いや無理でしょこのコロナはで、だからこのコロナはとにかくでかくなればなるだけもう無理チョスです。無理チョス、もう一番いいのは10軒ぐらいの居酒屋の経営者か、もう突き抜けてグローバルダイニングがやっぱりすごいですよね。長谷川幸三さん今回このコロナ禍で一番外食で勝ったのは幸三さんなんですよ、はい、間違いないですね。かっこよかったっすね。かっこいいですよ。東京都訴えるんですからほんまじゃないですよ。僕昨日もあのグローバルさんのお店に行きましたけど、はい、まあすごいっすよ。そうっすよね。まあ全盛期の僕らが憧れてる全盛期のあの時代のグローバルさんの景色で、もう一人だからダンさんです。ダンさん車買っちゃったけどしますからポルシェ買ったよとむちゃくちゃっすよね。全然自粛なんかしねえからとか言って、ガンさんがよく行くっていう寿司屋さんに行って会ったんですよ、はい、自分の店で飲めねえからよ一杯で大繁盛。ガンさん、この禁酒法伸びたらいいですねって言ったら本当だよな悪いよ。あもうか、あの最近なんかこう注目してる経営者とか業態とか、堀一図ってしてます。お最近渋谷できてますね。できたでしょ、はいはい、すごい伸びてます。経歴聞くとモンテローザ出身だから、ね、多分そっち系なのかなと思いながらも今ちょっと興味ありますね。あとはやっぱり中村優斗あいつ熱いよ本当に。何目指してるんですかね本当に。アプリ売ってはんすよね今。あ、そうなんですね、はい、そっちに流したい。なるほど、やめとこやめとこ悪い顔なんてやかもやめとこな。今井戸さんがやってある店でポーカー。ああはいはいはい。最近鈴木さん、お鈴木さんも始めたんですよポーカーの店。知ってます。あ、恵比寿でしたっけ。恵比寿と。そう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 、ポーカー面白いよ。あの人はやっぱり金儲けの天才っすね。なんか金になりそうなこと何でもやるじゃないですか。もともとはうっとりっていう居酒屋でスタートして、うん、ドクターストレッチ、あれがすっげえ儲かったんですよ。えげつない儲かって、マッサージ儲けて、ハイエースのリースかなんかやってるんですよ。はいはいはい、車やったって言ってますね。車もやって、うん、で最近カジノバー始めて、うん、えげつないですねあとは内山さんはすごいんですけど、ただちょっと最近ダメなんです内山さん。え、なんでですか。なんか酒の飲み方が汚い今もうギラギラしてるんですよ。ちょっと内山さん、なんか最近悪いことが起こるはずですよ、ね、お寿司屋さん絶好調ですね。絶好調ですね。天ぷらもいいし、はい、あと岩田番長がすごいです。おバイタリティの、この間もコナさんの、渋谷のコナさん、そう、あそこ、プロタイムの市場。あれでも FC であげたのが、あのホテイちゃんってやってる、ああります、ね、久松さんっていう方なんですけど、あれはこの時期にすごい攻めてます。めちゃくちゃ伸びてます。どういう風に経営者は舵切ってきゃいいかなみたいな。いや、いたのやめることじゃない。
あった。それしかないでしょ。もうこんなの綺麗事言ったって、だって世の中が狂ってるんだから、ダメですよ。もうそうそう、なんか秋元さんに質問も見てましたよ。はい、なんて答えるかなと思ってたけど、はいはい、いや無理チョスでしょって。無理チョス。真面目に従って自粛とか従って、で今回だって。まあ、あの緊急事態明けてまん延防止になる、うん、で酒が7時まで、はい、で8時でクローズ、はい、ふざけんなって。無理ちゃうでしょ、そんなこんなまともに従っちゃってるやつがいてさ、これは死にますよ、みんな。一等地の大箱スタイル、一等地の大箱スタイルなんて。そうそう、もうテケテケの酒井さんだって、はい、まあ、かわいそうですよ、言っちゃってますよね。渋谷いいっすよ。この間0秒レモンサワー行きましたけど、ドマンすぎでした。最近すごいっすよね、あのレモンサワー、はい、なんか真似する店も増えてきてますね。増えてきました。どうなんですか、最近もう1年近く行ってないのかな、うん、本当にあそこ肉がすっごいびっくりするぐらい、なんかレモンホール市場だからレモンホール酒場だからあるじゃないですか。はい、あります、あります。スタッフが行ったら、いやもうあっちは結構ってホルモンは、うちもね肉流通センターってやってるじゃないですか。やられてます、はい、だから一枚店じゃないですけど、はい、まあ僕も美味しいと思って食べてますよ、うん、はいはい。でもどうひねってもでも今美味しくなってるかもしれない、はい、店増えて仕入れが変わって、はい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 、思うか、井戸虫健在。僕がこうギャンギャン人の悪口言えるのは、だってステーキ健在って色々肉が硬いとか筋張ってる、確かに肉が硬い部位が出ちゃう時があったんですよ、はいはい、オペレーション上、うん、あの10人前のうち2人前まずいのが出るんですよ。2人前を美味しくないのが出ちゃうのをなくすためにはどうするかって言ったら、はいはい、そういう会議をもちろんやったわけですよ、はい、だから10人前を10人前美味しく出そうよってなった時に、はい、そうすると原価が5ポイント上がります、うん、今の値段だと。そうすると値上げをしなきゃいけないんですと。その当時のはまだ消費税が 5% だった時で、はい、150g のステーキとサラダバーとご飯とカレーが食べ放題で、うん、1050円だったわけですよ、うん、安かった、すごかったっす、言った時に僕が会議行ったのが、はいはい、いや1050円で俺やりたいんだと、はい、で2人前まずいっていうか硬いのが出ちゃうと、はい、それはどうするか、はい、どう考えるか、ベイ君、はい、運が悪いんだよそいつ。日頃の行いが悪いんだよ。会議それで終了ですよ。ありました。ツイッターびっくりしましたもん、あの時マジで。顎を鍛えろ、顎を鍛えてくださいですから、ね、一応敬語でしたから。いないですよ普通の飲食店で、はい、しかもチェーン店でですよ、はい、お客様にクレームで、はい、肉が硬いって言われて、はい、そしたら普通なんか大変申し訳ございません、はい、あ改善に努めます、はい、で普通帰ってくるのが普通じゃないですか、はいはい、顎を鍛えてくださいって。いや俺逆のことされたらあんまりです本当に。のやでもその10人前のうち2人前は硬いかもしれないけど、はい、8人前はこの肉が1050円で食えるのは脅威だっていう内容で、それは僕も食べて、はい、2人前の美味しくないのにたまにやっぱり当たっちゃうときは僕もありましたよ、なんだこれって言いました、ああこの声なのかって。お客様が怒ってるのはこの声か。もし歴史振り返るなら、はい、どういう風に経営してました。戻るとしたら、戻るとしたらどこだろうな、時計の針をどこに戻すかって言ったら、はい、2010年に戻したいです。一番出したのは2011年なんですよ。2011年年間で140件ぐらい出したんで、うわすごっ。その前の年の2010年に、うん、売却の計画を作ってですね、ほう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 、でその2011年のこのまさに伸び上がった頃ぐらいに、うんうん、売るっていう200億ぐらいになったはずなんですよ。でもそれで売るって話を考えたんですけど、うまくいってる時ってなんかやっぱ人間ってこうなんかいやもっといくって思っちゃうんですよね。でその時もいや200億なんかふざけんなと、もっといくと思っちゃったんですよ。今考えりゃあそこで200億でバイアウトしたらもう本当に上がりじゃないですか、はい、けどなんか大手さんがなんかあのお世話みたいなことしてきたじゃないですか。はい、スカイラブね。そうする、あの伊藤さんの店ここ流行ってます、あここの立地当たるんだ、でこことここに競合出て同じような業態作って、はい、あれがなかったら、なかったらそれはだって行きましたよ。だってスカイハークなんてむちゃくちゃですよ、あの会社。本当に同じ値段が出てきて、そうですよ、
最初は全然定期ガストだってバカじゃねえのとかって言ってたんですけどやっぱガスト強いっすね。1200万売ってるねなんとか店ってあるじゃないですか、はい、でそこから1キロ離れたジョナサンと、うん、そこから 1.5 キロ離れたバーミヤンが、うん、ステーキガストにコロッと変わるじゃないですか、はい、そしたらこの店が1200万の店がね本当500万ぐらいになるんですよ。そうっすよね、マジかみたいな。大手をこなしたらやばいっすね。本当聞いたんですもん。だってスカイラークの当時の役員のなんかの出店の会議みたいなところで、そこなんかあの井戸の店か近くにあんのかみたいな言われたっていう会話をされてたんですって。もうステーキ兼じゃないですよ、井戸の店ってスカイラークの役員の方で、スカイラークの方々が本気で俺に怒ってたんです本当。それは怒りますよね、ふざけんなと俺たちが作ってきた土壌にね入ってきて今思えばですよ、今思えばスカイラークを本気で怒らせた人って僕ぐらいしかいないと思うんですよ。それもなんか楽しいじゃないですか、なんか本当に。だからそれはなんか喧嘩をする相手を考えた時に、あの絶対決める相手があって、うん、一番やっぱりやっちゃいけないのはまず自分より弱いのを選んじゃいけないですよね、うん、喧嘩する相手に、はいはい、なぜならだって弱い相手と選んで勝ってもダサいじゃないですか、はい、で一番きついのは負けたらさらにダサいじゃないですかだからやっぱり喧嘩相手と選ぶのは自分より強いやつ、うんうん、ここは、うん、なぜかって負けても全然自分より強いの分かってんだから、うん、まあまあしょうがないなだし、うん、負けたところでその強いやつに挑んだのがかっこいいじゃんになるじゃないですか、うんうんうん、でも勝ったら大金星じゃん、大金星だ。そういう意味では僕はスカイラークに挑んだのはそういう論理だったんですよ、はい、チャンピオンクラスに行きましょうね。チャンピオンですから。いやそれそうですよ、ロードサイドレストランのチャンピオンです。チャンピオン、チャンピオンに序盤戦、序盤戦まさかいっぱい倒したね。いっぱい倒したんですよ。怒っちゃいましたね。オファーあればね、あの、はい、まあ某テレビ局でやったらしくじり先生で喋りたいですあるん、実際ちょっとあったんですよ、やんわりとやりませんかって、しくじり先生やりませんかって。しかもね、今だから言うけど途中まであの、はい、ザ・ノンフィクション撮ってたんですよ。お実は密着してたんです。密着してた、うん、あの業者さんの説明会とかもうカメラ入って。え、それは放映まで至らなかった。いや、行かなかったんです。なんでですよ。まあ途中で破産があって、その最中にこれ流せねえなって話になっちゃって、奥そうお蔵入りになっちゃったんですよ。あのね、もうね、あれに出たくて俺は生きて生きているで、内情の話で言うと、はい、その今プロデューサー、メインプロデューサー変わったんですよ、はい、その前任の方がまあこれ流せねえな最後に井戸さんのこれからをちょっと、まあ、今仕掛かってるのが、はい、その元気さん、赤塚元気さんがやってる高級食パンの業態、これはちょっと全力でお手伝いして、あの赤塚元気さんをまずは、まあ、店舗数で200件のチェーンの社長にさせたいんです。まあまあまあ自然になりますよ、あの人だったら。伊藤さんはあの前回出ていただいた相席屋も、はい、広げるの、広げまんも僕が手伝ったし、はい、広げる天才ですもんね。なんかだから広げたいっていう人、うんうん、そして広げる価値のあるもの、うん、なんかそれをなんか見つけてお手伝いをするっていう、なんか黒子になりたいです、ね、そもそも僕はね黒子なんですよ。たまたまステーキ券を作ってクリエイティブな感じに見えてるかもしれないけど、うん、実はそんなことなくて、なんか誰かが作ったいいものをこう広めるとか売るとか、もともと営業マンなんだ、うん、だ僕はそういう役割に徹したいんですよ。これからは売れてるコンテンツを広げる、うん、はい、ベチャーリンク的な、うん、あ、言っちゃいました。ベンチャーリンクっていうのはでもいい会社だったんじゃないですか、今思えば。なかったものを作った会社だったんで、ベンチャーリンクのおかげでグループにいましたから。そうですね、もっとやってきたこと立派なんだから、はい、大手を振って出てこいよって話、はい、すごいっすね、やっぱスキルと。 FC チャンネルって YouTube やった。ああ、やります、はい。あれもなんか僕のことをなんかね、いじってる、なんかで見ました、見ました。なんかちょっとイラッとしてたところぐらいに、運営から井戸さん出てくださいっていうのが来た時に、はい、余裕で返信したんですよ、はい。知らねえとこで俺をいじって、なんで俺がそんなとこに出なきゃいけねえんだこの野郎って返したんですよ。井戸さんには好意的ですよと、うん、まあ、そういうコメントありましたもんね、尊敬してる。知らねえからさ、これここに流してください。知らねえから、知らねえこれ使えんじゃいや、まあ、今まで一連で好き勝手喋りましたけど、はい、使える大丈夫はい、これだけじゃ逆質問で、はい、一番なんかこうこの人を切ってくださいって切れない切れない切らないチャンネルになっておりますからね。
なんかそこはやんないと、やっぱり再生回数伸びないじゃん。アモンカップ、アモンカップ、あーすごかったね、伊藤さん。いやすごいですね、さすがでした。元気よね、めっちゃアモンカチャンネルディスられました。正直ですね。正直、はい、まあけど言っても15万16万ぐらいいってるからね、総再生回数ね。まあ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 、まあそうですよね。はい、おかげさんで、はい、ありがとうございます。引き続き、はい、水戸さんのお力もお借りしつつ、そうですね、頑張っていきたいと思います。お願いします。じゃあ今日の経論お願いします。はい、今日の経論、ババン、面白きことなきよう面白く。あざっす。あいっす。え、ちょっと誰ですか、聞いたことないです。高杉晋作って知ってる？ちょっと存じ上げない。会ったことないんで分かんない。会ったことないね。幕末の、はいはい、まあ、倒幕活動してた人で、まあ、新しい世の中を作ろうとした。おお、なるほどなるほど。まあ、言うと、流浪に謙信で言うと、謙信側だよね。ああ、流浪剣で言うと。そうそう、幕府を倒そうとした。はいはいはい、なるほど、分かりやすい。そうなんですけど、井戸さんって、ね、お店をあんだけ急拡大した時って、うん、まあ、めちゃめちゃやっぱり大変だと思うんだけど、面白がってたわけですよ、その人は。おお。だやってなんかさっき言ったけど、顎鍛えろとか、リンゴには来んなとか、もういろんなすごいツイートをしてたけど、パワーありますね。パワー、はい、まさに今日の言葉じゃないけど、うん、世の中面白くしたんだなと思う。確かに。で、あえて明るく振る舞ってらっしゃるけど、うん、まあ、やっぱり会社倒産されて、うん、大変だったと思うのね、この1年は。もちろん。いや、それもやっぱりなんか面白いようにあえて話してくれるじゃない。やっぱね、なんかこうコロナでなんかうまくいかないことに目が行きがちで、うん、脳科学でいうと、ほう、人って足りないとこに目が行くんですよ。めちゃめちゃ愛想よくサービスする子だけど、はい、手が遅いよねとか。ああ、確かに。例えばなんかめちゃめちゃいいデザイン作るけど、はい、納期遅いよねとか。俺やないか。足りないところに目が行くんだけど、足りてます。そうそうそう。足りてる足りてる足りてるから来んの。足りてるところに目を向けていくと面白くなっていくと思うので、はいはい、足るを知るっていうのはね、お足りてるところに目を向けていくと、うん、また面白いことみんなで仕掛けていってね、面白い世にしていければと。思うかも、面白くしてください。頑張ります。はい。ということで、はい、チャンネル登録お願いします。バイバイ。思うか、思うかチャンネル。